願いします。今日はちょっとブラピにしようと思って。ブラピ小林君行きますか。このセブンの時めっちゃかっこいいじゃないですか。めっちゃかっこいい。小林君の芸ってこう、はい、結構まっすぐでこうピーンとなってるやんか、はい、これをまあちょっとカットとあと整髪料を使って、はい、あの柔らかいしようと思って、はい、セットもそんな難しくない。ああ、だったら大丈夫です、うん、ワックスつけて、はい、全体につけてで乾かすだけ、はい、で別にセットをするっていうんじゃなくて毛質を変えるっていうか、毛質をこうちょっと柔らかくする、はい、柔らかく見せるっていう感じを取ろうと思ってるから、じゃあちょっとそれで、うん、大丈夫ですかね。お願いします。今日はブラピでブラピでお願いします。はい、いや、かっこよすぎですか。いや、大丈夫ですか。上に行ったらもう死ぬ。今日それ行けますか。行きます。あ、お願いします。
下切ったところと今度は上のところをこの辺をこうつなげる。あ、こういうふうにこのなんだこの方向でつなげていくっていう。あ、そうですね。今は今さっきまでは全部これ下だけを切ってたんで、で後ろは止めてなかったんで後ろはつながってるんですけど、この部分がつながってないんで、そっかそっか、この部分のそのつなぎ目を自然な感じに、あんまりこう分けすぎるとここだけが出てくるんで、セットした時に、だから前から見てこのラインに沿いながら自然に顔の輪郭から合わせて、上につなげていくっていうのをやってます。カットのポイントは柔らかい束感質感を出すために、セニングではなく、スライドバサミで、毛束感を作っていくように、間引いたっていうか、そういう感じで質感を作っていきました。でセットのポイントとしては、全体的に髪の毛全体に整髪料をしっかりつけて、あとは乾かすだけっていう、簡単なスタイリングの仕方。濡れてる状態の時の方が、整髪量がすごいの伸ばしやすいんで、乾かす前に全部つける、で最後にドライする、水分だけ抜いて整髪量だけ髪の毛の中に、残しておくっていう感じです。基本的には全部つける方がいいです。地肌にはつけなくていいんですけども、毛質を変えるっていう意味ではこことここの毛質が違ったらちょっとバランス悪いんで、全部につけれるところは全部につけた方がいいです。で結構硬いんでしっかり手に伸ばして、で濡れてる状態の髪につけていきます。毛質をやっぱり変えるっていう意味なので、つけムラがあると、そこはついてないところがあるとそこは毛質が変わらないんで、髪の毛全体にしっかりつけるっていうのがポイントです。小林さんどんな髪質ですか？もともとは日本人でなんか特有のこうピーンと張りのあるまっすぐした直毛ですね。だから柔らかさがないというか、この硬い感じがすごくするんで、外国の人っぽいこう柔らかさっていうのをこれで出せたらいいかなと思ってます。串で伸ばした方がより髪の毛全体に、馴染みやすいと思います。もちろん手だけでも十分なんですけど。粗めとか細かめとか。あんまり粗すぎるとちょっと伸びにくいと思うんで、ちょっとは細かい方がいいですね。細かすぎると今度は通らないんで、その辺はあんま粗すぎず細かすぎずっていう。で、あとは乾かしていきます。
くまでもなんかセットするためのドライヤーっていうよりも本当乾かすためのドライヤーっていう感じ。なんかセットするっていう風に考えるとなんかこう崩しちゃったらいけないなみたいな感じになると思うんで、そうじゃなくて本当普段乾かすような感じで乾かしてもらって、あとは自分の好きなようにこう動かしやすく、髪の毛自体がちょっと変化してるんで、なんかどんな感じでやってもなんか自然な感じでナチュラルな感じになるかなって思いますけど。完全にブラッドピットです。これでやっていきます。マジでいいです。セット絶対しやすいっすよ、ね、うん、明日からちょっと仕事できます。これで頑張ろう。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまた来月の予約でお願いします。あ、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。